はい、皆様こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の柴山です。よろしくお願いします。はい、今回ご紹介するお車はこちらのお車になります。こちらのお車、新型ハイエース版スーパージュエルダークプライム2ディーゼル肉のお車ご紹介したいと思います。はい、では早速ご紹介していきます。まずこちらですね、こちらの方はトヨタのセーフティーセンスの方がついております。で、パノラミックビューモニターとインテリジェントクリアランスソナー、こちらが前に4箇所ついております。はい、続いてこちらの方がフレックスオリジナルの、デルフィーノラインのフロントリップスポイラーの方がついております。こちらのお車の車高は2インチローダー施工させてもらってます。なんで通常より約5センチ車高が低い状態になってまして、乗り降りのしやすいお車となっております。で、続いてタイヤとホイールの方が、グッドイヤーナスカータイヤにバルベロのグランデの17インチのタイヤとホイールが入っております。後ろの方にはこちらですね、まずデジタルインナーミラーのカメラの方がついております。で、先ほど前でご紹介したインテリジェントクリアランスソナーが、前に4箇所あったと思うんですけど、後ろにも4箇所こちらにございます。こちらにはバックカメラついてます。で、内装がこんな感じですね。まあ、この車になるので5人乗りで、1,2,3,4,5 2列目で5人乗りの車になってまして、後ろ半分は荷室スペースを確保することができて、荷室スペースにはフレックスオリジナルのベッドキットタイプ2のフラットタイプのベッドキットの方がついております。で、高さ5段階調節することができて、とても使い勝手のいいベッドキットとなっております。続いてこちらのお車、両側小窓付きの手動ドアのお車となっております。で、内装の方がダークプライム2ということ、特別商社ということで、天井の方が通常のお車より暗くなっているのと、前席ハーフレザーシートの仕様になっております。続いて先ほど後ろでご紹介したデジタルインナーミラーのカメラの方がルームミラーの方に連動していて、液晶で映るようになってます。で、ここのレバーがあるんですけど、奥に押すと普通のルームミラーになりますですね。で、続いてナビの方がイクリプスの SD ナビになります。7インチです。で、そのままナビ周りとシフトノブ、ハンドルの方がダークプライム2特別仕様車の仕様になっております。はい、続いてこちらがバックカメラです。右が普通のバックカメラで、左側がパノラミックビューモニター、上から映し出されるようなものになっております。はい、で、続いてこちらには 100V の、AC の電源コンセントと、運転席側の足元ら辺に ETC の方がちょっと見えないと思うんですけど、 ETC の方もついております。はい、では前戻ります。
はい、いかがでしたでしょうか。こちらの車、ディーゼル肉のバンということで、今ディーゼル肉が大変人気となっております。で、後ろにもベッドキットが付いてありますので、とても使い勝手のいいお車となっております。で、気になった方はぜひ南大阪店までご来店ください。最後までご視聴ありがとうございました。